リサレンです。よろしくお願いします。今回ですね、こっちぽっちには4回目の出演になります。スタッフの皆さん、いつもありがとうございます。そうですね、ここからは阿波踊りレクチャーをさせていただこうと思ってまして、まず阿波踊りについて少し説明させていただきたいと思います。その後にここで行われる最後のフィナーレ総踊りの時にお客さんの方も一緒に踊っていただけるようにレクチャーの方をさせていただきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。緊張してます、すいません。まずですね、阿波踊りの説明ですね。阿波踊りは本場四国は徳島の郷土芸能になります。日本三大阿波踊り、盆踊りですね、日本三大盆踊りの一つとして知られていて400年の歴史があります。今年はテレビなどで何かと話題になっていたのでご存知の方もいらっしゃると思います。でですね、阿波踊りには、音を奏でるお囃子のパートと踊り子というパートがあります。まずは今日はですね、お囃子さんが揃っているのでお囃子さんの方を紹介させていただきたいと思います。まずじゃあお囃子さん、お囃子さんは5個のパートに分かれています。まず太鼓の大太鼓と締め太鼓の方、ちょっと音出していただいていいですか。ありがとうございます。はい、ですね、はい、ありがとうございます。太鼓は、阿波踊り全体のリズムを作ってくれている音になります。続きまして、三味線と笛です。じゃあ三味線と笛の方お願いします。いたいんですが、時々メロディーも弾いたりするパートになります。笛の方は、メロディーの方を基本弾いてくれています。で最後にですね、鐘の方お願いします。ありがとうございます。ですね、鐘はオーケストラでいうと指揮者の役割を果たしてます。音のスピードを調節したりとか、どの音がちっちゃいよとかいう指示を出して全体の音を調節してくれる役になっています。じゃあ全部でお願いします。こんな音になります。こんな音で私たち踊っております。はい、ありがとうございます。そしたらですね、次はちょっと踊りのレクチャーをしたいと思います。じゃあ踊りの見本の4人の方出てきてください。ありがとうございます。緊張しますよね。ですね、じゃあ、後ろ向いてもらって、後ろ向いてもらって、前向いてもらって、そうですね。はい、じゃあ踊りのレクチャーをしていきたいと思います。まずはですね、今音を聞いてもらったんですけど、阿波踊りは2拍子の踊りになります。なので拍手をしていただくと2拍子が合いそうなので、ちょっと音を出していただいて、まずは拍手の方からしていただきたいと思います。いきますよ。パチン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 、そうですね、このリズムです。ありがとうございます。はい、じゃあ足を作っていきたいと思います。この今パチンと叩いた時に足が出ます。右足、左足順番に出るんですが、ちょっと見本の方を見ていただいて、じゃあちょっと手をつけてもらって、パチンパチンしてもらいながら足つけてもらっていいですか。せーの、パチン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 、できるからやってみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これで足ができます。その後、足がついたので今度は手をつけていきたいと思います。ではですね、足が出たのと同時に手が上から下に降りてきます。右足と右手が同時ですね。で左足と左手が同時に降りてきます。なのでじゃあ先に拍手をしてもらってから足をつけて最後に手をつけてっていう感じでやっていきたいと思います。じゃあ音お願いします。パチン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 
て足つきます。はい、手もつけます。あ、できる方真似してみてくださいね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、他の売り子さんたちもちょっと、お客さんの方に行ってもらっていいですか。で、この後が、青澤さんとコラボレーションをするので、青澤さんの方は準備の方をしていただいてもよろしいですか。お願いします。さあ、じゃあ踊り子さんは散らばってください。はい、じゃあちょっとまだ青澤さんの準備があるので、この時にちょっと掛け声の練習をしたいと思います。阿波踊りにはやっとさあ、やっとやっとという掛け声があります。一人の人がやっとさあというふうに掛け声を言ったら、周りの人たちがやっとやっとというふうに答えます。ちょっとその練習もしてみたいと思うので、一緒にお付き合いください。ちょっと音お願いします。あ、やっとさあ、せっかくホッチポッチということで、踊りの最後にカンカンカンラララララさあっていう風に終わるんですけど、その時にせっかくなのでホッチポーズをしていただけたらなという風に思うので、カンカンカンララララララさあっていう感じで元気よくしていただけたらなという風に思います。ではですね、じゃあお客さんたちもちょっと動いていただこうと思うので、よかったらぜひ前の方に出てきていただいて、あ、ちょっと誘ってあげてもらってもいいですか。お願いします。どうぞどうぞ、中にどうぞ。ですね、この高張り調子についていきますよ。じゃあ音お願いします。あやっとやっと、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 
ありがとうございました。湘南渚連の皆さん、そして大阪の皆さん、そしてご参加いただきました皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。